んこんにちは、沢井です。本日は目白にある志村さんに来ました。動画は2度目かな。お店は何度も伺っておりますが、今度ねこちらのお弁当とかもねいただいてみたいなと思っております。喫茶の営業時間は9時半から18時、ラストオーダー17時半です。お気づきの方はいらっしゃるかと思いますが、かき氷メニューが秋でございますタイムラグがだいぶありますが、お許しください。そしてね、カメラオンになってました。素の私ですね。ちゃんとねよく手を拭いて待ちましょう。気づきましたね本日はこちら、カボスとクリームチーズ。なんと面白いお皿の形ですね。なかなかない志村さんならではのかき氷ですね。いただきます。わーと言ってますが、氷ですね。こちらももちろんかき氷になっておりますが、スプーンのね入れた感じで伝わったかな、クリームが結構濃厚でして、でもねカボスの酸っぱさがこの氷と濃厚なクリームチーズといい感じに合わさってとっても美味しかったです。もちろんね甘いんですけど、カボスの酸っぱさがあるのでチーズケーキの感じですかね。まあ、でもクリームチーズの割合が結構多かったので、氷というよりはチーズケーキをやっぱりいただいてるような感覚でした。このねカボス美味しかった。志村さんは目白駅から徒歩 2,3 分のところにあるので、池袋からも歩いても15分20分かからないぐらいですね。アクセスもよく、お席も多いので行きやすいかなと思います。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。2杯目はあんバター。ドドンと、すごい見た目ですよね。これは映えというものでしょうか。いただきます。こちら別添えのソースとなっております。別添えでラムレーズンまたはラズベリーのシロップが選べます。私ラムレーズンが少し苦手なので、こう2種類選べたりするととっても嬉しいですね。このバターが乗っているんですが、この本物のようなバター、実はあんこでして、バターあんこです。伝わりますかね。お味もバターのようにコクがあってとっても美味しいんですよ。不思議な感覚になりますね。あんこ、バターあんこ濃厚なんですが、あんことバターの組み合わせはやはり抜群ですね。でベースもバターミルクとなっているので、バターの風味コクがふんわり感じられてとても美味しいです。上に乗っているクランブルと粒あんもこう食感を楽しめるので、もうね全てが合わさると幸せのお味になっております。
危ないですね。バターあんこが結構重みがあるので、食べ方お気をつけください。上手に上手に崩しながらいただいてみてください。食べ方がかなり慎重になってますね。崩さないように皆様お気をつけください。ラズベリーのソースも身がゴロッとしているタイプです。ラズベリーのね、色が綺麗ですね。色鮮やかで、またこの酸味が合わさってとっても美味しいです。ちょっとした味変でね、またスイスイスプーンが進んでしまいますね。志村さん、ウェブ予約ができるようになりました。前回の動画ではまだなってなかったかな。あのリンクは概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。ウェブ予約は便利ですよね。ウェブ予約または以前のように前日当日は電話予約になっております。ウェブ予約をした場合、お取り置きは前日の9時半以降にお電話していただいて、お取り置きもお願いできるので、とても便利ですし優しいですね。私もその予約方法を利用しております。なので、あまりかき氷屋さん行ったことがない方もウェブ予約ですし、お取り置き特にない場合はそのままご来店という形なので気楽かなと思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。まさかのハロウィンの時期でした。このお菓子たちも可愛いですね。また伺いたいと思います。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。電車が通ってますが気をつけて。カミカミですね。聞こえてますか？ご視聴ありがとうございました。テイク2入りました。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。笑顔あふれる素敵な一日を。またね。あー寒い、でも美味しかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。寒いと言ってましたね。かなり季節がずれておりますが、動画更新頑張りたいと思います。またねー。